はいどうも、フラちゃんです。ドラクエウォーク、復帰してみましたということでやっていきたいと思います。まあ、ドラクエウォークですね、昔やってたんですよね。実装当時ぐらいは、確か、どんぐらい2ヶ月ぐらい配信してたのかな。まあ、それぐらいでそれっきりで、で、結局ですね、そっからずーっとやんなくて、3ヶ月ぐらい前にちょっとガチャ引いて、で終わりみたいな、そんな感じでですね、まあ、とにかく長らくやってませんでした。ぶっちゃけ言うと、本当に1年半ぶりぐらいの復帰ですね。そういうわけで今回ですね、いろいろこう変わったということで、じゃあ昔と比べてなんか体感的に何が変わってきたのか、まあ、ちょっといろいろ調査してきたんでやっていきましょう。はい、というわけでやっていきます。じゃあですね、まずいろいろ変わったことがねありすぎて追いつかない頭が、まず一つ目なんだけども、これゴールドのなんか玉みたいなのあるんですよね。まあ、要するにこれ使うとじゃあ何があるかっていうと、はい、こちら、フィールドの戦闘通常のゴールドが30分間 50% 増えるということで、で、これなんですけども、まあ今やっているそのゴールドマンのなんかイベント、まあそれともマッチしてるわけですね。まあこれがちょっとびっくりした。結構ゴールド難民だったんでね、当時やってた時って。まあだから相当ですね、やっぱゴールドっていうのは大事っていうのが身に染みてますし、こういうのが出てきたおかげっていうのはまあ結構ありがたいんですけども、ぶっちゃけね、フィールドの通常戦闘のゴールドなんで、まあそうですね、こういうイベントでもない限りあんまりこう役には立たないのかなって思いました。で、次ですね、あの経験値の弾が出てたということで、でこれなんですけど、フィールドの通常経験値が30分間 20% 増えるっていう、でこれ基本色の弾もあるらしくて、なんと 50% らしいですね。そういうわけなんで、まあそちらとこちらで合わせて、まあ結構大きく増えるというわけですね。多分重複してはできないと思うんで、まあこの辺はですね、どうなのかっていうのが今ちょっと探り探りの状態です。まあそういうわけなんでね、とにかく経験値が稼ぎやすくなったっていうのがね、まあいろんな人に聞いてね、やっぱ言われたことっすよ。まあそういうわけなんで結構増えたっちゅうわけですね。で、まああとは変わったことといえば、結構なんかイベントが増えたみたいな、まああとなんか周りをさ、ざっと見渡してみると、なんか祠、これ祠なのかな、これがあったり、あった近くにこう上級職の祠、アックスドラゴンの祠みたいなね、こういうのが追加されて、まあクエスト以外でもこういうやり込み要素が増えたみたいですね。で、これなんですけども、やるとなんかアイテムと、あとはなんだ、そのモンスターの心がもらえるのかな。まああとはなんかランキングみたいな感じであって、まあもろもろね、やっぱやるといいことらしいですけど、まあとにもかくにも上級職レベル65とかからなんで、ちょっとその辺がね、かなり上級者向けなのかなっていう感じはしますね。正直今の自分って、あの上級職に上げてそれっきりなんですよ。パラディン27とかね、バトマス28とか、まあそれぐらいなんで、あんまりこうね、進んではないんですけども、まあどれぐらいかかるんですかね、こういうのに挑戦できるの。まあ正直ね、途方もない感じなんで、またすぐにね、飽きたとかそういうのはなしでいきたいと思います。あとはね、これ、なんか助っ人機能みたいなのあるんですよね。助っ人機能がこれびっくりした。何回か戦闘やってみたんですけど、今って、あの5人目がいるらしい。で、これですね、あの、HP とかこういうのはなくて、だ5ターンぐらいで帰っちゃうのかな、それぐらいでね、帰っちゃうんですけど、まあ、それでもですね、なんか、めちゃめちゃこう、強い人を雇えば、ワンランク上ぐらいの敵であれば、あっさり倒してくれるみたいな、まあ、ただし、クエストとかにはなんか連れていけないんで、まあ、その辺ですね、祠とかなんか、あとはフィールドの戦闘狩りだったりとか、まあ、そういうのでね、やっぱりあの、活躍してくれると思います。あとね、なんかもう一個追加されてたのが、これ、錬成ってやつ。で、ちょっとやってみたんですけど、これ、メタスラの槍、試しに。なんかどうもね、結構強くなるらしい。メタスラの槍ね、当時はなんか微妙な感じでしたけど、だから強化すると超サミダレ好きを、なんか超メタルサミダレ好きになったりとか、まあ、威力がですね、まあ、単発20上がって合計 400% になるみたいな、まあ、かなりの強化っすよね。まあ、ただし消費 MP もものすごいことになるみたいな。で、まあ、あと回し蹴りがメタル回し蹴りになって、まあ、これまたね、消費 MP がこれ何倍 ?3 倍ぐらいになるっすけど、まあ、220のそのダメージになるみたいな、まあ、あとは改造4だとメガモンスター討伐結果発表時に特別演出が追加みたいな、目立ちたい人はこの改造4までやるみたいな感じですかね。まあ、あとはロトの剣かな、あれなんかもうなんか錬成来てるみたいなんで、まあ結構ですね、やっぱ変わった要素が多いというか、なんか多すぎる。あ、あとこれだ、何これ、真珠、何これ、よくわかんねえんだけど、なんかね、これどうも何回かちょっと自分もやったんですけど、どうもなんかいろいろこう作れるらしい。これを分解して、なんか、ちょっとしたものが作れるらしいんで、まあ、これもですね、まあ、いずれやっていきたいなと思っているものです。まあ、そういうわけなんで、全体的にざーっと触ってみて、感じたことはそれぐらいですかね。まあ、当時とね、やっぱ、いろいろ変わりすぎてて、マジで、あの、わけがわかんないっていうのが、まあ、ちょっと、あの、復帰してみての第一感想です。
まあそういうわけなんで、いろいろ進めたら、福引券とか補助券もいっぱいもらえたんで、ちょっと最後にこれやっていきたいと思います。なんだこれ。デスピザ、とりあえずこれ、ダブルピックアップ福引。これ何が出るんだろう。ちょっとわかんないけど、ストームアンカー。これメイルストローム、敵全体に水系なら威力 335%、 それ以外の系統には 280% のバギ属性で、アンカーブロー、敵一体に威力320のドルマ属性攻撃。よくわかんないけど、まあ、なんかピックアップされてるから強いんかな。ちょやってみよう。よし、100連福引。じゃあ10連福引、ごめんなさい、10連福引頼む。ここまちょ何も来てない。これちょ何も来てないんだけど、ちょ何がある？うわ、ゴミみたいな、まあ、悪魔の爪だな、ふざけんなよこれ。いやー、やってた当時も思ってたけどね、結構さ、このゲームってなんか福引き結構絞ってるか。おーっと、ちょダイヤ、ダイヤある、ダイヤあるんだけど、あ、こんなダイヤの宝箱なんか、待って、3つに増えた。え、ちょ、な、なにこれ、なにこれ、え、ちょ、バトルドレス、バトルドレス上、ナイトメアチェーン。ちょ、なにこれ？これピックアップじゃない？これどうなの？素早さ、これ眠り打ち、真空打ち、メタパニ、バット、なこれ？カラミティストーム。これなんか、あれ？ちょ待って、フォースブレイク成功時に、あ、これ結構魔法戦士向けですね。あ、これ魔法戦士に最高だわ。あと、バトルドレスとかバトル、これなんか昔もあった気がすんな。あー、多分、大したことない通常のやつだな。まあ、とりあえず何もつけるものがない人がつけるような。あ、やっぱそうですよ、これ。ピックアップのナイトメアチェーン。これ出ましたね。やった、ありがとうございます。まあ、このデスピサル福引きなんかは90枚なんで、ちょっとあれっすね。少し足りないんで。まあ、これだな。これ、最後にピックアップ福引き。ちょっとやっていこうよ。はい、そういうわけでね、足りないジムは買いました。どうもありがとうございました。いやー、やっちまったな。なんか沼にはまってく気がするわ、これ。はい、そういうわけで、ピックアップ福引き、1500ジム、1回切るようなやつなんで、やっていきましょう。さあ、何が出るかな？ちょ待って、これまた油断できないってことだよね。さっきなんかいきなり、銀箱がダイヤになったから、おー、2つになった！2 つになったし、金箱もあるんだけど。ちょ、何？プラチナトレイ！ちょ、なんか弱そうだけど、なんか光ってる。これ何？え？ちょ、見てみようぜ。ちょ、待って、なんかこれ持ってる気がする。ちょ、なんかこれパッと見。俺なんか、3ヶ月前ぐらいの勘だけど、なんかプラチナトレイ持ってる気がするわ。あと、王者の盾、これ間違いなく持ってる。つまり、ダブだね、ダブ。ちょ、わかんないけど、とにかく、復帰しましたんで、はい、よろしくお願いします。今後ね、いろいろ配信していくと思うんで、ぜひね、フラちゃんの動画見てみてください。まだ、ドラクエウォークやってる方ね、まあ、もしくは、やってない方、今からでも多分大丈夫なんで、ぜひね、やってみてください。はい、というわけで、こちら、復帰してみたということでした。